今日は前回体式の足をクロスさせるストレッチを動画でさっと流したんですけど、結構女性で、まだ例えばセラピストになったばっかりで力がなかなかなくて持ち上げるのにこうちょっと苦戦されてたりとか、そういう方にもいろいろ試してみて、そのお客様の体型にもよりますし、やっぱこっちの力のパワーにもよるので、ちょっと私が今までやってきたパターンをいくつかご紹介しようと思います。はい、じゃあ今日台になっていただきますはい、よろしくお願いします。はい、うつ伏せお願いします。で、クロスする時にまずここで足曲げていただいて、もともとやってたやり方だとかなり運動神経を私は個人的に使うと思ってるんですが、まずこっちで足首持ったら、痛くないように握って、このまま上げて手を隙間入れる。でまっすぐしてクロスさせて、まさか上からなんで、結構足が結構上に上がらないと結構きつい。でここでふくらはぎにこのお客さんの足を当ててちょっと安定させるやり方です。これだとちょっと低めにひねってる感じになります。お客さんの足のその太さとかによっては、結構自分の足がプロレス技じゃないけどロックされて結構痛い目に遭う時がある、こう主義にちょっとなるかもしれないです。これは割と持ってしまえば安定はするんですけど、持ち上げるまでに私は個人的にはかなり苦戦しました。手を持ち替えなきゃいけないですしね、持ち上げるときに。もう一回ちょっと復習しましょうかね。で戻す時はもちろんこうやってね、こう戻すんですけど、持って持ち上げて、こう持って足をかけたら反対の手で持ち替えるわけですね。でお客さんの膝がここで当たっちゃうと痛いので、膝より上のところ、でも痛くないですよね、とりあえずね、こんな感じでお客さんの呼吸と動きに合わせて、こっちの手のひらの圧で腰と臀部をひねって押していきます。これが多分ベーシックな最初に習っている方でした。でただやっぱ結構きついので、さっきのこれだ、これはちょっと相手の体型にもよるんですけど、お店で足枕とか用意してらっしゃるお店とかは、足枕ぐらいの、このぐらいの例えばロールの大きさ用意してもらって、お客さんの太もものところに置きます。なかなか落ちたりとか難しいんですけど、で今ちょっと私膝で支えてます。もちろんでさっきと一緒でこうやって持ち上げるんですけど、持ち上げた時にお客さんの股の間にこう挟んでます。置いちゃいます。でやると、とりあえず自分の足がプロレス技でロックされることはないです。軽くここにやってるだけで、落ちないように支えになってるだけで、このやり方を途中でしてた時もあります。ただやっぱりお客さんのが結構しっかりされた体型で、太ももがしっかりしてたらこの枕さえも入らない場合があるので、ちょっと難しかったりします。はい、で動画で上げたやり方が、ちょっとね、これもやり方がいいのか賛否両論あるところですけど、上げていただいて、もうベッドに乗っちゃいます。お客さんに決してお尻とか持ったりとかねしないように、しっかり高さ作ってあげてます。それでやっぱり片手、今左手で持ちながら太ももを上げて、やっぱりまっすぐする状態をお客さんに伝えます。まっすぐしていただいたら、こっちの左手で太ももを持ってクロスして、でこれでちょっと進まなきゃいけないわけですね。で上げて乗る、でまっすぐですね。で人によってなんですけど、高さとかも変わるので、自分の骨盤とかが当たってる、ちょっと今当たってます？大丈夫、大丈夫です。膝とか痛くない。大丈夫。はい。でなるべくしっかり差し込んでいただいて、これの方がしっかり高さ上げて、女性でもしっかりしたこのツイストを腰作っていけるので、割と効く感じのひねりの施術ができます。でこれで、ベッドからね、結構大きいベッドじゃないとこれ無理です。はっきり言って、うちは、80センチ以上ベッドの幅があるので落ちないですけど、多分結構リラクゼーションのサロンのベッドって65センチのところが多いと思うので、65センチだとちょっとこれはきついかもしれないですね、スタッフさんの幅によっては。でこれでこっちの左手で仕込んで押さえてひねっていきます。でまあこれ手で持ち上げながらこうやりながらお腹伸ばしてで股関節のところも動かして柔らかくしていくっていうのもできるんですけど、まあ自分の運動も兼ねてるし、あとは体力温存もできるかなと思ってるのが、ちょっとふくらはぎを左手で軽く落ちないように押さえながら自分の腰で円を描いていきます。大体そうですね、体力にもよりますけど10から20回ぐらい回してあげるとだいぶお客さんのこの腸腰筋のところと股関節周りがほぐれます。でこのままやっていくとお尻の位置がスッとちょっとこちら側が上がってくるので美容の骨盤調整にもすごくいいストレッチになってます。やってみてください。